UTY テレビ山梨アナウンサーの青木美奈です。今回のいいとこ山梨は標高1000メートル、およそ1000メートルに位置する鳴沢村です。ここ鳴沢村は青木ヶ原樹海があって非常に大自然が広がっているんですけれども、特産品、皆さん鳴沢村の特産品ご存知ですか？もうすでに私の後ろに一面に広がっているこちらね、キャベツ畑なんです。そう、鳴沢村はその昼と夜の寒暖差が大きいことからキャベツの栽培に適しているんです。でこのキャベツが本当にみずみずしくて美味しいんですよ、甘くて。で余談なんですけれども、私の地元が静岡県浜松市なんですが、浜松は浜松餃子が有名なんですけれども、私がよく行くお店ではこの鳴沢村のキャベツを餃子に使っているんです。なんかとても嬉しかったです。親近感が湧きました。今回のいいとこ山梨では鳴沢村の自然、そしてこちらのキャベツをたっぷりとお送りします。ぜひご覧ください。毎週水曜日に放送しています。